最後の回廊、ちょっと待って、こっちは、あ、ここに戻るのか。あ、止まった。ん、サンズ、ついにここまで来たな。お前の旅はもうすぐ終わる。この先へ進めばお前は王と相まみえる。王とお前がこの世界の運命を決する。だがその前に、まずは審判の時だ。お前がこれまでに取った行動のすべて、手に入れた経験値、それらをもとに判定が下される。うん、何のことかわかるか。正式にはエクセキューターポイント、他者に与えた痛みの量を数値で表したものだ。誰かを殺すと EXP が貯まる。 EXP が一定以上貯まるとラブが上がる。そう、ラブの本当の意味も教えてやろう。正式にはレベルオブバイオレンス、暴力レベルのこと。他者を傷つける能力を数値で表したものだ。殺せば殺すほど感情を抑えるのが容易になる。感情を抑えるほど自分は心の痛みを感じなくなる。何のためらいもなく他者を傷つけることができるようになる。ではそろそろ始めるとしよう。お前の審判を。うわ、なんかちょこちょこ倒しちゃってる。胸に手を当て顧みるがいい。自分は正しいことをしたか。そしてここまでたどり着いた今、自分はこれから何をするのか、よく考えるがいい。あんまり殺したくはなかったけどさ、確かに。でもやっぱちょこちょこ倒してるんだよ。まあ実のところあんたが何と答えようと関係ないよ。大事なのはあんたが自分に正直だったってことだ。これからあんたが何をするか、オイラたちはあんたに任せるよ。あー、いいねー。どうすればいいんだ。どうすればいいの。なんて読むの。急に漢字読めない。越見、石鹸、越見、越見、漢字の意味もわからない。何の間？助けて。越見室、越見、あ、ありがとうございます。コメントで教えてもらった。越見、越見、え、なんかこっちある。ちょっと待って、どっちを行くのが正解？ちょっとこっちの。
あ、ちょっと待って、なんかどっちが正解？え、どっちが正解なんだろう。棺桶だ。名前が刻まれている。中は空っぽだ。この奥入ってる。見に行けないけど、そういうことだよね。なんかどうするのが正解なんだろうな。花畑だ。王様？歌ってる。おや、お客さんかな？ちょっと待ってておくれ。今水やりを終わらせてしまうからね。これでよしっと。ママそっくりだなー。 ハロー、いらっしゃ。君は？お茶でもいかがかなと言いたいところだけども、残念ながらそういうわけにもいかないね。ごらん、今日は素敵な日だ。花が咲き、小鳥たちはさえずり。こんな日は鬼ごっこでもして遊びたいね。なんか向こうもちょっと戸惑ってるよな。私たちにはやらなくてはならないことがあるね。準備ができたらこの先の部屋に来なさい。アズゴアをさっきのモンスターたちが教えてくれた話的に、王様と女王様がいて、王様はアズゴア王なんだよね、多分。ってなると、つながらないよね。ママー。でもママのこと殺しちゃったのも私なんだよな。つれー。うわ。ちょっと泣きそうなのをこらえています。いきます。緊張しているね。大丈夫。歯医者さんに行くようなものさ。準備はできたかい？強がらなくていい。私だって心の準備ができていない。準備は全然できてないんです。終わりだって。
くしかない。おー、これがバリアだよ。我々モンスターを地底に閉じ込めている封印だ。もしこの世界でやり残したことがあるのなら、ここで引き返しなさい。ちょっと待ってください。いや、行こう。行こう。